7月2日、第100回箱根駅伝が開催される。大学野球部も強い学校が多く出場しているが、その中で優勝候補として注目される青山学院大は野球部も昨年、躍進を遂げた。大学選手権優勝、神宮大会準優勝。その中心だった常廣花理人投手、大分舞鶴は広島1位。下村海翔投手、九州国際大付き、は阪神1位、主将の中島大輔外野手、龍谷大平安、は楽天6位と3人のプロ野球選手を輩出した。今年も野手がタレント揃い、佐々木大内野手、県立岐阜商イコール3年、西川師匠外野手、龍谷大平安イコール3年、の二人のスラッガーは今年のドラフトでも上位候補に挙げられ、大学日本代表候補に選出された渡部海捕手、智弁和歌山イコール1年、強打者の小田光一郎内野手、中京イコール2年、強打の遊撃手、初貝健心内野手、関東1イコール2年、も活躍が期待される。投手陣では決勝戦で先発した児玉幸投手、日大3イコール3年、大型右腕、鈴木大成投手、東海大菅生イコール1年、と楽しみな投手が多い。